大胆に露出した短いスカート。元 AKB48 のメンバーで歌手の板野友美さんが2日に自身のインスタグラムを更新。投稿した写真が話題となっている。板野といえば先日自身の公式チクショーを更新。韓国の5人組ガールズグループリー・セラフィムへの楽曲「Eve」「最終&ザ・ブルーバードスワイフ」をショートパンツにへそ出しのショートトップスを着てロングブーツで踊る動画を投稿しました。この投稿に対しネット上では「本当にママなのか?」彼女が好きすぎる一方で彼女は何をやっても痛いという声もあった。そんな中、板野はこの後の仁松本の滑らない話での衣装とピンクのワンピースが大好きでしたと番組収録時に着用したすすきピンクのミニワンピース姿の写真を投稿した。ネット上では衣装めっちゃ可愛い、ママになっても尊敬しすぎ、アイドル時代のともちんに似てるといった声が上がっています。大胆に肩を出し、美しく引き締まった背中を披露した板野は、多くの人から痛いと思われてしまったようです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。お待たせいたしました。